初の休養日7日に打者出場の可能性3試合連続本塁打かかる。米大リーグエンゼルスで投打の二刀流に挑む大谷翔平は5日試合がなかったため3月29日の開幕後初めての休養日となった34日と2試合連続で本塁打を放った。 6日午後7時7分、日本時間7日午前11時7分、開始予定の本拠地でのアスレチックス戦に出者出場する可能性があり、3試合連続の本塁打がかかる。投手では、8日午後1時7分、同、9日午前5時7分、開始予定のアスレチックス戦に、今季2度目の先発で本拠地初登板に臨む。 大谷は打者3試合で打率4割2分9輪日本塁打、5打点。投手では初登板勝利を挙げている。大谷ならできる。登板前後は大打、代打登板日も打席に。エンゼルス 3X にインディアンス延長13回。4日、日本時間5日、アナハイム大谷に逆方向。 センター左方向への本塁打が出た。1号は相手投手の出来に問題があると見ていたがこの日の相手はクルバーエースから打った2号はボールをできるだけ引きつけて打つ日本時代でのバッティングではなくメジャーでやろうとしているポイントを少し前に置く打ち方ができ始めたという自信になるだろうただ逆方向へ大きな 打球を飛ばしても驚きはない。メジャー通算175本塁打の松井秀喜、ヤンキースなどは中距離打者。大谷の凄さは、メジャーで本塁打王争いをする長距離打者と比べても遜色ない飛距離にある。慣れてくれば、日本時代に多かった左翼への本塁打が増えるだろう。今更ながら 大谷が走る姿はかっこいいと思う。映像で見るベイブ・ルースの走り方はユーモラスで人気があったが、大谷はルースとは違う雰囲気を醸し出している。これだけ結果が出ているのだから、もっと打者として出場してほしい。登板日の前後は代打で、登板日もオーダーに入って打席に立てばいい。大谷には それがができるる体の強さがある当然無理はしてほしくはないのだけれどこれだけの活躍を見せられたら見る方としては試合がある日は大谷翔平の勇姿を見せてもらいたい気持ちがある期待と願望がどんどん膨らんでいくいかがでしたか よろしければチャンネル登録をお願いいたします。新しいお話を追加していきますので、ぜひまたいらしてくださいね。